GNT-0000-OAKUANTA。ツインドライブシステムを搭載した GN-0000-OAKUGANDAM の後継機であり、第5世代ガンダムに該当するモビルスーツ。真のイノベーターとして覚醒した刹那 F 精鋭の専用機として設計、開発され、00ガンダムでは不可能であった短期での GN ドライブの完全同調を実現し、トランザム発動時の量子テレポートも常時使用可能となるなど、ガンダムタイプの中では群を抜いた性能を誇っている。ダブルオークアンタの形式番号の T はツインを意味しており、ツインドライブ搭載機ということが表されている。木製で新たに開発された新型の GN ドライブが胴体ユニットと左肩部に搭載された新型の GN シールドの裏側にマウントされている。資料によっては左肩部に搭載しているとの記述があるが、劇中でのクアンタムバースト発動時の描写では胸部ユニットに搭載されている GN ドライブと直列で接続する際、 GN シールドが背部に展開され、左肩部はそのままの状態を保っていることから、 GN シールドそのものに搭載されているのが確認できる。また本機の開発コンセプトは戦闘ではなく対話を目的に開発されており、ダブルオークアンタの神髄は後述するクアンタムシステムという特殊システムにある。このクアンタムシステムを作動させることで発動するクアンタムバーストは、人類同士の相互理解にとどまらず、地球外生命体との相互理解も可能にすることができる。まさにイオリア・シュヘンベルグが計画したイオリア計画の目的である来るべき対話を完遂するために誕生したガンダムといえる。ダブルオークアンタは第5世代ガンダムとして新規に開発された技術や装備が実装されているが、基本フレームや設定データの一部はダブルオーガンダムのものが流用され、後継機にふさわしい機体に仕上がっている。特に動力系に関してはツインドライブシステムを安定化させるために調整された2機の GN ドライブが採用され、機体の各部にマウントされている GN コンデンサーも新型のものが実装されたことによって、これまでとは比べ物にならない粒子貯蔵量を実現させている。 GNR-010 オーライザーなどの外部安定装置に頼らず、短期でのツインドライブの安定化という難題を克服し、ツインドライブ搭載機としての完成度を高めた本機は、各部ユニットにもふんだんに新技術が導入されている。頭部には新装備である GN ソードビットをコントロールするための V 字型アンテナの機能強化が施され、この V 字型アンテナに付属される形で搭載されたグラビカルアンテナも、粒子制御機能や量子通信機能の向上に加え、機体全体の性能を上昇させている。胴体ユニットには前述の通り GN ドライブの一つが胴体を貫く形で搭載されており、胸部前面には GN ドライブの先端がむき出しになっているとともに、背部はメインの推進機関として機能している。この胸部前面から露出している GN ドライブユニットはクアンタムバースト発動時、前方にスライドすることで先端にマウントされているグラビカルアンテナが展開する仕様になっている。また腕部に関しては関節部に新型の GN コンデンサーを内蔵することで、各武装への粒子供給を円滑に行う役目を担っており、機体性能の向上を実現させるとともに、メインパイロットである刹那 F 精鋭が得意とする近接格闘専用の設計がなされ、より人体に近い動きを可能としている。コクピットは GN ドライブユニットの配置上腹部に移設されており、内部機器に関してもダブルオーガンダムのものとは一線を画し、メインコンソールの上部を含めた各部にホログラムによるデータ表示が可能となっている。さらにエルスとの最終決戦仕様としてベーダの小型ターミナルユニットがシート背面にマウントされ、エルスの膨大な情報量から刹那の脳を守るためベーダの処理能力を利用するという形が採用された。このベーダの処理能力を補助するためティエリアーデが意識データとして同乗することになる。クアンタムシステム、ダブルオークアンタに搭載された他者との対話、相互理解の可能性を拡大させるシステム。超高濃度の GN 粒子を機体全体から放出することで超高範囲に意識共有領域を形成し、他者との意識共有率を爆発的に向上させるものであり、クアンタムシステムを発動した状態をクアンタムバーストと呼ぶ。2機の GN ドライブを直列に接続し、各部の走行をパージすることで各関節部に搭載された GN コンデンサーが回転しながら展開され、コクピット内ではクアンタムシステムの発動時にライザーシステムと同様の網膜スキャンが作動。この瞬間ダブルオークアンタを中心に超高濃度の GN 粒子が散布され、クアンタムバーストが発動する仕組みになっている。
このクアンタムバーストによって地球人との共存を望んでいるというエルスの真意を刹那は理解することになり、エルスとの戦いは終結を迎えることになる。ダブルオークアンタの武装。純粋種のイノベーターとして覚醒した刹那専用に開発設計がなされ、ツインドライブシステムの完全な同調を実現させたダブルオークアンタは、あらゆる面でダブルオーライザーを上回る性能を発揮しており、対話を目的としていながらも、そこに至るまでの突破力と戦闘力を兼ね備えた装備を実装している。 GN ソード5。ダブルオークアンタのメインウェポンとして実装された装備、複合兵装としてダブルオーガンダムの GN ソード2と同じく近距離用のソードモードを出体としながらも、中距離用のライフルモードにも切り替えが可能となる最新型の GN ソードである。 GN ソード5バスターソード。GN ソード5のソードモードの頭身に GN ソードビットを装着し、身の丈ほどの巨大な実体剣へと変形させた武装。劇中ではこの形態に変形させたものの、斬撃用として使用される描写は描かれなかった。この状態から後述するバスターライフルモードに移行することも可能。 GN ソード5バスターライフル。 GN ソード5のライフルモードに GN ソードビットを装着し、ライフルモードの粒子ビームを形成した方針で凝縮し、飛躍的に上昇させることで放つバスターソードに並ぶ GN ソード5のもう一つの武装形態。その威力は艦艇サイズの巨大エルスを一撃で破壊し、さらに粒子ビームの連続発射によってライザーソードに並ぶ巨大なビーム刃を形成し、大型エルスの強固な外郭を溶断する威力を誇る。 GN シールド。左肩部にマウントされたバインダー型シールド、胴体ユニットの肩関節部に装着されている可動式バインダーアームで接続されており、この可動式バインダーアームを利用することで機体前面や背面に至るまで立体的な可動を実現し、非常に優れた防御機能を発揮することができる。前述の通り、この GN シールドには GN ドライブが搭載されており、 GN ソードビットのキャリアパイロンとしての機能も有しているとともに、シールドの裏側にはビームガンがマウントされている。このビームガンはスリット状の切れ込みが入った方向から高出力の粒子ビームを放ち、対空迎撃などに使用される。 GN ソードビット。能量子波による遠隔誘導が可能なソード型のビット兵器。 GN ソードビットは形状の異なる A ビット、 B ビット、 C ビットを各2機ずつ装備しており、ビットの刃は GN ソード5と同質の素材が採用されている。刃の後方部に粒子噴出口を備えており、GN シールドから供給される粒子を噴出することで、高速移動からの打突で敵機を粉砕、切り刻む攻撃を繰り出し、さらにマニュピレーターで保持することで近接斬撃戦闘用の兵装としても使用可能であるとともに、非使用時には GN シールドにマウントすることができる。 GN ソードビットシールドモード。 GN ソードビットは各ビットが円を描くように配置されることで GN フィールドを展開することも可能であり、6機のビットを連動させて展開されるこの形態をシールドモードと呼び、シールドモードで展開された GN フィールドはエルスの集中砲火を完全に遮断できるほどの防御力を誇る。またビットを連動させて展開できるという性質上、ダブルオークアンタから離れた位置でも GN フィールドを形成することが可能となる。さらに6機の GN ソードビットがゲートを形成することで量子テレポートも行うことができる。このようにGN ソードビットは攻防一体に加えテレポート機能も備えているなど、非常に優れた兵装だといえる。エルスクアンタ。エルスとの激戦を経てダブルオークアンタが発動したクアンタムバーストによって、エルスの真意を理解した刹那が量子テレポートでエルスの母星へと旅立ち、エルスと融合を果たした後に地球に帰還したダブルオークアンタのもう一つの姿。劇中ではエピローグにてその姿だけ登場しており、背部には8枚の翼が備わっているほか、クアンタムバーストでパージした外部装甲も再生されている。一説によると機体をその場の状況に応じた形態に変化する機能も有していると言われている。以上、ダブルオークアンタの解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。